今回は中村女流棋聖のネット後の対局を見ていきたいと思います。今回の対局相手は台湾の初段の方ですね。黒番が中村女流棋聖で白番が台湾のプロの方ですね。まあ、お互い2連戦の席からですね。で、かかり一本利かしと見てね、右下に打ちましたね。 ここの掛か,かり一本がね非常に大きな左下の掛か,かり一本非常に大きなね脇かしとなってましてここに白が切ってきた時の主張有利黒が有利になってるんですよねでここですねこれ左下ねもうね軽く見てますね右辺を大きな黒の 模様にしたいといととうことですねで白はしっかり隅の地をね取りましたね。ここ桂馬もおっきいんですけどね。左下も黒軽く見るっていうことですかね。例えばこういうふうにもうここら辺に打って目いっぱいに広げて右辺全部黒地ですよっていう感じで打ちましてもし白が 右辺に入ってきたら厳しく攻めるという打ち方ですかね。でこちらに言ってまあ、曲がることができましたんでまあ、黒としては不満はないのかなと思いますね。でここで白が仕掛けてきたんですけどこの返し技をね用意してましたね受けないのがいい手ですね。 ここに打った白石ね弱くなってますからねこれ次は利かされなので継がないのがねい,いい手なんですねで白が右辺にドカンとねこれ入ってきましたねまあこれ取れるかどうかなんですけど結構広いですからねなかなか全部取るっていうのは難しいと思うんですが白もね手順を尽くして 打ってますね。ここに打ちましたね。まあ、これは繋いでくださいっていう手なんですけど、なかなかね。まあここも難しいとこでしたね。まあなんかこちらに駆けつきぐらい打ってね。まあ、これでも黒あってぐらいですからね。なんか上から来るのは結構ここ伸びがね。あのいい場所になってきますから。 伸びが結構ねいずれこの次に手を戻させることができれば白としても不満ないですからまあこれで待てぐらいだったとしたら軽くピョンとね二剣ぐらいに打つっていう打ち方もありましたね一応これもここ弾力ありますからねまあここしのぎはね結構難しいと思うんですがここで 打ったんですがこうやってこういう形になりましたねでここで取りましたねまあ、ここはこちらでしっかり受ける手もありましたねまあ、切ってきたら一応ここの甲が残ってますからね一、まあ、回繋いで頑張る手もありますからこここうですからね、まあ、黒い多い場所なので しっかり受けとく一回受けとくっていう手もありましたね。ここでこう取ったんですけどこのね取っても右辺きかないいてないんですよね。聞かなくてよくてこの反発がいい手でしたね急になんか全体の白が急に危なくなりましたね。ってで,でもこれで黒つながってますからね。で切ってもこっちの黒は一応ここの切りがね これ先手なので先手でつながってるんですね。で白が手を戻した時に黒もここの出切りをね、防いで黒も手を戻せばいいわけですからこれは別々で黒としては問題ないですのでこの上辺の黒っていうのは結構強いですからね。ここは黒がはっきりポイント取ったかなと思いますね。か白が死んでもおかしくないっていうかなり 厳しいというかかなり苦しい状況になりましたねしっかりねこのグズみを決めてここの眼鏡を奪って出たのがいい手でしたねこういうわずかな白のわずかなね隙を逃さないですよね許してくれないですよね でこうやってこれはもう本気で取りに行ってますねまあ、中村女流規制としては最初から本気で取りに行ってた,行ってたと思うんですがまさかねこの白石がこんなにね危なくなるとはね思わなかったのでねそれだけ中村女流規制の攻めがね厳しいということかなと思いますねでこうやってでこうやって ここに打ちまして、ここに打ったところで白が投了して黒の中押しがちとなりました。これはもう投了したということはどういうことかというとこの白がですね。息がないという判断で投了したのかなと思いますね。これ、全部取られちゃったということですね。ま、この後打つなら例えばここに白としてはここに一眼作りたいわけですが、例えば黒は？ここ打ったら受けて。 こういうふうに打てばここは一眼できるわけですよね。で目ができますので目ができればこれスペースが2つあって白が無条件で生きてるように見えるんですがこれ実はですね生きてなくてこれ単純に当てを打って取った時にこちらに出る手があるんですね。出て切る手がありまして。 これダメが詰まってまして、で、黒ダメ詰めて、白あと2手なんですね。で、黒もあと2手のように見えるんですが、白のダメが詰まってて、これダメ詰めることできないんですね。ダメ詰めると、自分が取られちゃうんですね。なので、これダメ詰めることができないということはですね、白があと2手なわけですから。なんか、ここら辺打ってると、もう、すぐに。 ここに打たれてここの白が取られてしまうわけですからここの白が取られてしまうということは自動的に全部の白が取られているので、まあ、状況としてはこういう分かりやすく説明するとこういう状況になっていますので全部取られちゃったんですね。なのでもう40目以上のもうわずか113手なんですけど。 もうここで大差でお石を取って中村ジョリュキ生が干渉した一曲だったかなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。